カーランダーソン・ヒルズはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。ジェラルド・フォード政権で第5代アメリカ合衆国住宅都市開発長官、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で第10代アメリカ合衆国通商代表を務めた。1995年の WTO 設立に尽力したと言われる。2013年現在はアメリカの国際関係に多大な影響力を持つ、 各組織の重要な役員を務めている。外交問題評議会共同理事長、日米欧三極委員会理事、ピーターソン国際経済研究所理事、戦略国際問題研究所諮問委員会、共同議長、米中関係全国委員会委員長、ヒルズカンパニー会長、ギリアドサイエンシズ取締役、JP モルガン・チェイス、ロールス・ロイス、コカ・コーラ各社の国際取締役、 ン・前シェブロンテキサコ取締役。1934年、カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。オックスフォード大学、セントヒルダズ校を経て、1955年に、スタンフォード大学で文学士号を取得。さらに1958年、イエール大学法科大学院で法学修士を取得。同年、アンダーソンは、スタンフォード時代の学友、ロデリック・ヒルズと結婚。 その後、一難三条を設けた。ヒルズは1959年にカリフォルニア州で弁護士として認可を受けた。ヒルズは1959年から1961年までロサンゼルスで連邦地方検事法を務めた。ヒルズは1962年から1974年まで法律事務所ミュンガー・トールズ・ヒルズリッカーシャウザーの共同経営者となった。 1972年、ヒルズはカリフォルニア大学ロサンゼルス校で非常勤教授を務めた。ヒルズは連邦訴訟手続きの専門家として、なおはせ、特に独占禁止法に関する知識で高評価を獲得した。ヒルズはフェデラルシビルプラクティスアンティトラストアドバイザーと題した本を出版した。ヒルズは全米女性弁護士協会の会長を務めた。 ヒルズは1973年にエディオット・リチャードソン司法長官から司法時間補のポストを打診された。だが、リチャードソン長官は、その直後、土曜日の夜の虐殺で、ニクソン大統領の命令を拒否して辞職した。ヒルズへの司法時間補打診は、公認のウィリアム・サクスビー長官により継承され、ヒルズは1974年から1975年まで、 司法時間補を務めた。ヒルズは司法時間補として司法証明事局を監督した。1975年、ヒルズはジェラルド・フォード大統領により住宅都市開発長官として指名を受けた。ヒルズはフォード大統領の人気満了となる1977年1月まで住宅都市開発長官を務めた。 ヒルズの住宅都市開発長官就任に際し、上院で開催された指名承認のための公聴会では、ヒルズの経験不足が指摘され、議論の的となった。1978年から1989年まで、ヒルズは再び弁護士業を営んだ。ヒルズは1983年から1988年まで、政策研究機関、アーバン・インスティチュートで所長を務めた。 ヒルズは、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で、1989年から1993年まで、アメリカ合衆国通商代表、USTR を務めた。ヒルズは自由貿易を支持し、貿易障壁の全面的な撤廃を主張した。ヒルズは、北米自由貿易協定、ナフタに、アメリカの主たる、接触役として参加した。ありがとうございます。